土佐市宇佐町の沖合1km ほどの地点に浮かぶ養殖用のイカだ。ここで養殖されているのが熱帯性の海藻、亜熱帯キリンサイです。高知大学の大野正夫名誉教授が海藻資源の研究プロジェクトの一環で浦之内湾で栽培を始めたのは1992年のことです。キリンサイには機能性成分というか非常に体に良い成分とか、それからミネラル、カリウムなどが多いということと、それから抗酸化作用ですね、そういうものと、それからあと皮膚を活性化するという、保湿性があると、そういう特徴があります。高知県以外で熱帯性の海藻を変えるのは沖縄しかないんですけども、沖縄はよそから侵入っていうのをあまり好まないんで、そうすると高知県しかないです。高知県でも栄養の豊富なところで波がない状況の揃っているところは、この浦之内湾の入り口のところですね、今やってるところが一番いいんですね。キリンサイの収穫は8月から12月にかけて、ロープに10センチ程度の茎を結んで海中に入れておくと、1ヶ月ほどで食べられる大きさに育ちます。プリプリシャキシャキとした食感が特徴で、美しい色合いは宇佐の海で育ったからこそなんだとか。そんなキリンサイの出荷や商品開発を担っているのが、2014年に産官学で結成された土佐キリンサイブランド化協議会です。そうですね、まず見た目がね、特に宇佐のキリンサイはすごく綺麗な緑なので、見た目がいいなっていうと、やっぱ食感についてもやっぱコリコリしてて、スープとか、スイーツなんかに使ってもすごくこう歯ごたえも出ていいなと感じてましたね。最初は食材として売れないかということで、消費者中心に、販売をしてたんですけど、やっぱりこうそれよりはキリンサイの持つ機能性、例えばレクチンとかカラギナンとか素材として売り出していった方が、実は県外とか市外の業者さんからは評価が高くてですね、そこをやっぱり売っていきたいなというふうになっていったということですね。そうして開発されたのがキリンサイパウダーです。生ではやっぱし賞味期間が1週間ぐらいしか持ちませんし、使用がなかなかできませんので、フリーズドライにしたらそのままの成分で期間が長くいつでも使えると、溶けやすいと。最初は海藻臭いかなって思ってたんですけど、使う量が本当に寒天なんかとも比べても3分の1とか少ない量でできますので、プリンの中に入れたりとか、お豆腐の中に入れたりとか、豆乳の中に入れますとヨーグルトみたいになりますので、そういう増粘多糖類の、抗菌作用とか抗酸化作用もありますので、そういう代わりに使っております。どうしてもそのフリードライにする機械が高知県にはありませんので、東京の方とかに出さないといけませんの で、それもまとめて出さないと1回の加工ができませんので、こっちの方でフリードライにできたりとか、近くの方でものができれば、またコストが安くなってきますので、そこの面、価格の面が1点です。新たにかまぼこ会社や柑橘類を使って商品を作る会社にパウダーを出荷することが決定。抗菌保湿などの機能を持つことから、美容・医療の分野での活用の提案も積極的に行っています。高知しか、作られていないし、これを粉末になって出荷すればかなり、大きな海藻資源になるし、宇佐でやれば宇佐の漁村の雇用対策にもなるんじゃないかですね。10トン、生産する体制するには、やはり数人から10人ぐらいの人が関わることになるので、宇佐の町が豊かになるんじゃないかというふうな気がしますけど。